鹿屋市のディナシティ鹿屋に来ています。こんばんは。こちらでは明日と明後日イベントが開かれるんです。どんなイベントかと言いますと、鹿屋と北海道を食でつなぐというものなんです。会場ではですね、着々と今準備が進められているんですが、イベントの開催を前に一足早く始まっているのがこちら、屋台です。ずらりと並んでいまして、川沿いにあって雰囲気ありますよね。焼き鳥やラーメンなど本当にね、いい香りがしていて食欲をそそられるんですよ。そして早速ですね、もうお客さんたち訪れていて賑わっていますよね。ちょっと気になりますので、ちょっといただいてみてもいいですかね。ちょっとこちらのお店、すごくいい香りがしていて誘われてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。高田湯津焼きラーメンです。こちら焼きラーメン、焼きラーメンです。美味しそうですね。お肉も入っていて、いただきます、はい。豚骨ですよね。いや、美味しいです。ありがとうございます。私、焼きラーメンって初めていただいたんですけど、これ癖になりますね。結構博多で有名ですけどね。そうなんですね。こう屋台でいいですね、はい、ありがとうございます。ちょっと、あの、美味しいので後でまた食べに来ていいですか、はいはい、ありがとうございます。お待ちします。ありがとうございます。ありがとうございます。屋台はやっぱりこうはしごしたくなっちゃうので、ちょっとお隣のお店もちょっと気になるので入ってみます。こちらは餃子をメインにしたお店でございます。よろしいですか。美味しそ う、重量感がありますね、はい、こちらのミシュランビブグルマン監修した形になります。そうなんです、はい、美味しそうです。いただきます。どうぞ。いただきます。なんかもう皮のパリパリ感が分かりますね。いただきます。うん、皮パリパリで中から肉汁がじゅわっと。ここで手摘みしてるので。あ、そうなんですね。もうすっごく美味しいです。ありがとうございます。もうこれペロッと全部食べられちゃいそうですね。ありがとうございます。ちょっとまた後でいただきに来てもいいですかね、はいはいはい、でこちらの屋台はどういう思いで企画されたんですか。はい、2年か3年ぐらい前にちょっと飲食店の社長さんたちと、まあ、鹿屋の中心であるこのディナシティを何か盛り上げられたらいいなという思いで、やっぱりここにこういうスペースがあって、せっかくなので屋台とか作れたらいいんじゃないかなと思って、やっと実現したところでございます、ね、今日からということですが、早速ね、皆さん楽しまれていて、すごく活気がありますね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。鹿島でこういう屋台の雰囲気味わえるのいいですよね。この屋台、皆さんが手作りで作られたということなんですよ。この後、ね、午後10時頃までやっているということなので、お近くの方はね、訪れてみてはいかがでしょうか。ここからは今回初開催というこの鹿屋ミーツについて、井上さんにお話をお聞きします。井上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この鹿屋ミーツ、はい、どういうイベントなんでしょうか。この鹿屋ミーツはですね、鹿屋ミーツ2024ということで、北海道と鹿児島の恵みの祭典となっておりまして、うん、北海道は東川町と、はい、この鹿屋、鹿児島の食が集うイベントとなっております。盛りだくさんという感じですね。盛りだくさんです、はいはい、そもそも、はい、鹿屋と北海道 の東川町というところのつながりというのは、はいはい、どういうきっかけで生まれたんでしょうか。はい、もともとですね、この東川町と、鹿屋の飲食店さんとかお店をやっている方たちが、東川町には10年前から付き合いがありまして、ポップアップイベントを 東川にしに行ったりとか、ずっとそのお付き合いの中で、東川町の素晴らしい食の恵みであったりするものをぜひ鹿屋、鹿児島の方にも知ってほしいということで、今回初めてこのイベントが開催されることになりました。実現したわけですね。はい、そうです。そして物産展のエリアに来ましたが、もうすでに美味しそうなものが並んで、とっても立派な、はい、綺麗なホワイトアスパラですね、はい、すごいですね。もういかがですか、井上さんもご覧になって。こんな大きなアスパラが初めて見ました。しかも
ホワイトアスパラがすごい珍しいですよね。鹿児島ではなかなか見ないです。いろんなねこういった農産物の他にもですねこちらに行きますと、はいはい、もう皆さんご存知の大人気のお菓子もですねずらりと並んでいますね、はい、どれ買うか迷ってしまいますよね、はい、そして、はい、奥の方に行きますと鹿屋をはじめ大隅の品々も並んでますね、はいはい、こちらがあの鹿児島ブースとなっております、はい、どういった商品がありますか、はいですね、こちらのパン移動販売しかしてないパン屋さんが、うん、パン工房ロマンドとあるんですけれども、うん、そこの人気の卵ケーキこれもちもちして年配の方から、うん、あの子どもたちまで人気のものなんですよ。あいいですね、はい、見た目も可愛いですね、はい、大人気です、うんはい、そしてこちら色とりどりで、はい、そうですね地元大隅の野菜を使ったあの金谷うまかピクルスといいまして、こちらなんかはですね金谷の名物紅はるかを使ったカレー味のピクルスで、はい、お芋って甘いんですけどおつまみにもなるピクルスなんですよ。お芋のピクルスなんですね、はい、珍しいですよね。珍しい本当に鹿屋ならではという感じですよね、はいはい、そしてこの食の他にも、ね、雑貨なども並ぶということですね、はい、地元の作家さんが作った商品なども並びますので、うんはいはい、ぜひ遊びに来ていただきたいです。はい、この後午後6時台の中継では北海道と鹿屋がコラボレーションしたグルメご紹介します。お楽しみに。鹿屋市のディナシティ鹿屋に来ています。こんばんは。こちらでは明日と明後日鹿屋ミーツというイベントが開かれるんです。ここからはデザインを担当した前原さんにお話をお聞きします。前原さんよろしくお願いします。お願いします。この鹿屋ミーツ、はい、初開催ということなんですが、はい、どのようなイベントなんでしょうか。はい、北海道の東川町を中心に名店がやってくるんですけど、はい、北海道と鹿児島、鹿屋、うん、宮崎もあります。お店が集まって、うん、食を提供するようなイベントになってます。はい、この鹿屋と北海道という結びつきはどのように生まれたんでしょうか。はい、鹿屋のですね、お店がポップアップだったりとか、はい、マーケットに行く機会がよくあってですね、それが一番のきっかけになってますね。はい、その縁がこうしてイベントにつながったわけですね。はい、そうですね。はい、訪れる方にどのように楽しんでいただきたいですか。はい、なかなか現地に行かないと食べれない美味しいものだったりとか、はい、素材だったりとか、うん、予約の取れないお店なんかが来てますので、うん、もうこれを機会に楽しんでほしいなと思いますね。盛りだくさんですね。盛りだくさんです。はい、ありがとうございます。鹿屋、鹿児島、北海道の食などが楽しめるこの鹿屋ミーツは明日と明後日の開催です。そしてこの鹿屋ミーツでは鹿屋と北海道がコラボレーションしたグルメも楽しめるということで、早速ですねこちら美味しそうなお肉焼いてくださってます。もう香りがしてきますね。もうお腹空いてきました。いい香りですね。こちらはどういう料理を今、はい、こちらは、鹿児島の豚を使った、ソース、私の B というレストランの、はい、自家製のソーセージとあとはスペアリブの、焼き込みとあとは北海道のエゾジカの肉を使ったソーセージとあとラムのスパイスで焼き込んでの盛り合わせです。北と南のコラボということで、もう素材がめちゃくちゃいいので、もうすごい、大満足の 2,3 人前でお出ししようかなと思います。ね、ボリュームもすごそうですよね。はい、すごいですね。はい、本当に。一つの皿で北海道の食材と鹿屋の食材楽しめるっていいですね。はい、そうですね。もう本当にこれ食べながらいろんなものを食べていただくと本当に中心、うん、まあ中心のお皿としてちょっと今回はやりたいなと思って、はい。なんかこう肉をガッと乗せました。そうですね。いやもうこれ本当にもう、いい香りがねもうすごくしてくるんですよね。盛り付けてみますね。 ありがとうございます。いやこの他にも、はい、北海道と鹿屋がコラボした食事もあるんですよね。はい、なんか大崎町だったりとか、はい、あとは鹿屋の、魚介を使った、うん、鹿屋ミーツ丼っていうのもありまして、
いろいろ盛りだくさんですね。すごく贅沢ですね。もうこの盛り付け豪華ですね。鹿肉、北海道の鹿肉を使ったソーセージいただきますね、はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。うん、どうぞ。歯ごたえがすごいですね。もうあのプリプリでジューシーなんですが、でも鹿肉なのであっさりとした味わいもあって、はい、これビールがね欲しくなりますね。もう本当にこちらのイベント、もうこういった北海道の美味しいもの、鹿児島の美味しいもの、たくさん味わうことができますので、ぜひ皆さんあのこの週末は、リナシー金谷にあの遊びに来てください。皆さん待ってます。